ほい、皆さんこんにちは、小坂でございます。ダブルキャスト続きをやっていこうと思います。さあ、だいぶエンディングが埋まってきましたね。残すところはグッドが1つと、あとバッドが8つですかね。あと9つか、頑張っていこうと思います。今回は何からいこうかな。はい、お好きなところからスタートできます。あ、まだ選べない。なるほど。ということはどっからいこうかな。共同生活編から行こうと思います。こうして僕と美月の同居生活が始まった。彼女が何かの事件や事故に巻き込まれたのだろうとニュースや新聞をチェックしていたんだけど、結局関係のありそうなものは何もない。今は夏休みだし、学校生活に戻るまでに彼女の記憶は戻るような予感がしたんだけど。はい、ダブルキャストですね。ここでタイトルが出て、はい、映画ですね。さあ一本増えてるはず。あれ、入り口あたりで待ち合わせって言っていたのに。何見ようか。はい、出てますね、雪割りの花なんてどう。あれ、なんか不思議な反応ですね。食べる？わあ、ありがとう。バイト代入ったしね、家事をやってくれてる正当な報酬だよ。うわあ、美味しそう。ちょうどお腹空いてたんだ。え、家の冷蔵庫に適当な食べ物あったでしょ。そうじゃなくて、電車賃もったいなくてここまで歩いてきたから。はい、そりゃすごい。あ、それとね、決めてきたよ、バイト。バイト？アルバイト？そう、ガソリンスタンド。はい、そうなんだ。お金のこととか気を使ってくれてるんだ。いつまでも君のすねかじり続けるのも悪いしね。せめて食費と生活費の少しくらいは稼がなくちゃ。そうか、バイトか。ちょっと寂しくなるのかな。あ、ごめんね、一人で飲んじゃって。はい。え、それって、いいよ、もう一つ買ってくるから。映画始まっちゃうよ。すぐ戻ってくるから。一つで十分なのに。はい、ここの反応が気になる。衝撃展開ばかりなね、ムービーに見えますね。悲しそうです。あー、面白かった。今日ついでだから外でご飯食べてく？え？あ、あれ、でも僕さっきのポップコーンでお腹いっぱい。全然足りないってさ。そうみたいだね。今日は君のバイト決定祝いも兼ねておごるよ。じゃあごちそうになっちゃおうかな。どうしよう、何食べたい？任せる。だって僕、何が好物だったか思い出せないんだもん。そっか、じゃあ、いや、ここでちょっとラーメン屋行くか迷いますね。一応行っとこうか。えい、お待ち。わあ、美味しそう。いただきます。ね、精神医学をちょっと、なにこれ、すっごい信じらんない。持っといた方がいいかなと思ったんですけどね。そんなに慌てて食べなくても、ラーメンは逃げてきゃしないよ。ああ、そんなに好きかい、ラーメン。うん、そうだったみたいです。変わったお嬢ちゃんだね。それにしても、美月がこんなにラーメンが好きだったなんて意外だな。もしかしたら僕の財布の中を気遣ってくれてるのかも。あれ、今日のナイターはどっかな。親父さん、ガラどこに置きましょうか。あ、ちょっと待ってくれ。
家庭の精神医学、今日も前回に引き続き、ゲストとして南西総合病院精神科の森崎真奈美先生にお越しいただいております。お願いします。先生、前回はストレスについてお話をお伺いしましたけれども、今回は、そのストレスが発生することによって反応する人の警告反応という説明をしたいと思います。どうしたの？え？野球興味あるの？僕テレビ見てた？見てたじゃない、ぼーっと。そうだっけ？ね、どんな気持ちでね、全員礼、見てるんでしょうね、いつもね。本日集まってもらったのは他でもない、今年の学園祭に発表する映画の企画を発表する花園、例のものを。はい。どうやら映画のシナリオらしい。囲い目の寝屋？部長、まさか現実にあったんだ、これ。本当にこれやるんですか？ああ、本当だ。はい、みんな知ってる有名なシナリオだ。そしてこのシナリオにまつわる事件のことも、実際は僕も噂でしか聞いたことがなく、そのシナリオを見たのは初めてだった。おそらくここにいる部員のほとんどもそうだろう。クラさんから使用許可はいただいた。ただしラストをハッピーエンドに変えてという条件で。ここの英検もプライベートフィルムの賞からはとんとご無沙汰。大学の中央執行部からも部室を明け渡せという話も出てるらしい。だからこそ今年はこの話題作で賞を狙いに行く。だが今この映画で足りないもの、主演女優。以前真珠事件を起こしたような内容だから、学内のやつら誰もなりたがらない。こうなれば大学の外からでもいい。夏休み一月近くを拘束できる女性を探してきてほしい。私からの話は以上。解散。すごい、まさか僕たちの手であの囲い目の寝屋を作ることができるなんて。こいつは二村秀樹、僕と同期の新人だ。僕と二村はシナリオのコピーをもらい速攻で読んだ。噂には聞いてたけど、すごい完成されたシナリオだね。でもさ、今から夏休み明けられる女の子の知り合いなんている？確かにな。あ、いた。英検なんて入ってたんだ。うん、でもなかなかいわくつきのシナリオで大変だよ。知ってるかな、クラナツキっていう作家。その人が昔書いたもんなんだけど、それがさ、以前映画作ってた時にその当時の女優と監督が校舎から飛び降りてさ、結構有名な事件だったらしいけど。で、お願いなんだけど、美月？美月さん？あ、ごめんなさい。何？はい、お願いするんだけど、この時点で遥は何を思ってたんでしょうね。よろしくお願いします。おお、名前は？美月、赤坂美月です。赤坂さんね。ええ、はい。いいよ、合格。うわあ、私がダメだって言ったってこいつらもう決めちゃってるみたいだしね。しかし、お前たち英検鉄の掟その1、スタッフは全員の出演者に手を出してはならない。わかってるね。はーい。でもこの映画が終わった後の恋愛だったら構わないんですよね。うわー、シャーラー、クランクインは明日からアップまで気合い入れていくからね。セミの声が。相手役を務めさせていただきます、赤坂です。よろしくお願いします。あ、よろしく。で、こっちが主演男優の佐久間よしき。
こちらの女優さん演劇の経験はほとんどないから、佐久間の方リード頼むね。あの名前、下の名前は？え、あの美月って言います。美しい月の美月です。美月さん。なあに佐久間、私の目の前でナンパ？いえ、まさか。前にも言った通り、撮影中の恋愛はご法度だよ。ええ、もちろん分かってます。なんて、いきなり名前聞かれちゃった。はい、ふん、あ、そう。また一人の男性の心を惑わせてしまった。罪作りな僕。またってなんだよ。惑わされた一人目でしょ、君。はいはい、一生言ってなさい。いた。さあ、買い物をして。セリフとか覚えられてる？まあまあってとこかな。本当？記憶喪失な分、セリフを覚えるのも早かったりすると助かるんだけど。今のオートバイ大丈夫？ミツキ、今のオートバイ僕を狙っていた。僕を引こうとしていた。実際はどうなんでしょうね。本当だって、あれは絶対狙ってたよ。はい、気をつけないと。僕がいつも一緒にいてあげれればいいんだけど。そうもいかないもんね。ごめん。ううん、その気持ちだけで今は十分。とりあえず今のところは優しくしてますね。設定解除します。留守録音一件です。ただいま留守にしております。発信音の後メッセージをお入れください。あ、二村だけど、明日の撮影の集合場所変更になったんで、部室じゃなくて直接駅の方へ集合してください。時間は変更なしです。じゃあ明日。8月7日午後6時23分です。美月が狙われている、まさか。でも記憶喪失の原因って何だろう。事件に巻き込まれて記憶が消された、まさかね。誰から電話？はい、あ、二村からだよ。集合場所変わったって。あ、そう。あれ、もうお風呂入るの？なんか気分変えてさっぱりしたくて。そうだね、どうぞお先に。覗くなよ。とっとと入れ。可愛らしい。はい、もしもし。え、どちら様ですか？あの女に関わるな。もしもし、誰なんですあなた？すぐにあの女から離れろ。あの女には近づくな。はい、今のとこまだどっちにも触れるようにね、選択肢は選んでますけどね。悩んでますね今のとこね。どうしようかな。もう最近の若者ってのはどうしてこんなに弱なんだろう。ウィッシュ。グズグズしてると日が暮れちゃうよ。部長。今時体育会系だってこんなことやらないよね。確かに。しかしさ、一体あんなものをどこから持ってきたんだ？部で前に使った小道具なんだって。誰が倉庫から発掘したのか知らないけどね。部長、一体どこで撮影しようって言うんだろう。ほらほら、どうした？情けないな。こんなもんチャラチャラ歩いてないで、さっさとテンポよく行けば疲れないんだよ。ほら。おお、先に。慌てて隠す。ほら、こっちこっち。え、部長、このお墓。はい、
一作目の主演女優のお墓ですか？そう、その通り。あ、そうだったんですか。当てずっぽうだったんですけど。なんだ、そうだったの？ちょっとあんたのこと見直しかけたのに。後ろの人のびっくりしよう。なんで一体こんなところに？事情はわからないにしろ、完成途中で死んじゃったんだ。まだ成仏できずにいるかもしれないだろ。で、私たちがその後を継いでこの作品を完成させますっていう霊前の報告と、映画撮影が無事終わってくれるようにっていうお参りもついでにしとこうと思ってね。はい。おお、さすが部長。ありがとう。あんたたちもこういうことって結構大事だから覚えておきなさい。ほら、ぼーっとしてないで墓掃除始めるよ。はい。夏はね、やっぱりお盆がありますからね。霊を弔うったって、瑞希はいい気はしないよな。今はその同じ立場に立っている元ヒロインの。しかも自殺した人間の墓参りなんて気分がいいわけがないよ。あれ？なんだか全然気にしていないみたい。こっちの気にしすぎかな。ん？瑞希、大丈夫かな？見てくれは問題ないかもしれないけど、喋りが少し男っぽいんだよな。ね、些細な様子も見逃さない主人公。照明よし、カメラよし。クランクインです。よろしくお願いします。それでは行きます。シーン16、カット5、よーい。あなたが私を捨てたいことくらい気づいてるわ。そして、憎んでいることも。でもそれが無理ってこともあなたは気づいてる。そうでしょ？私は捨てられないわ。あなたが望んだことだもの。あなたが最初に私を受け入れたんだもの。ね？カーッと！サクマ！サクマ！どうしたの？サクマのセリフ受けだよ。あ、すいません、うっかり。あんたが演技飲まれてどうすんの。みつきちゃん最高。何、どうしたの。嘘でしょ、初めてなんて。 あんなんでいいんですか。オッケーオッケー、今のままでいいよ。さあクーマ、行くよ。はい、すいませんでした。はい、いい声ですね。さあ、みつきすごいなを選びます。あんなに演技が上手いなんてびっくりだ。これほどうまくやってくれるなんて思ってもみなかった。自分で推薦しておいて言うのもなんだけど、部員のみんなにもいろんな意味で評判いいし、この調子ならいい映画が撮れそうだ。あれ？あんなとこで何してんだろう。みつき？みつき、どうしたんだよ、ぼーっとして。お墓がそんなに珍しいの？ちょっと気になってたんだけど、前にこの場所に来たことがあるような気がする。じゃあ、前にここの場所に墓参りに来たことがあるんだ。はい、みつきどうする。わかんない。そうだよね、わかるわけないか。お寺なんてどこも似たような感じだし、手がかりにするのはちょっと頼りないな。なんか嫌だな、ここ。え？みつきちゃん。さあ、スタンバイお願いね。はい。じゃあ僕行ってくるから。お墓のエピソードは取らない感じでいきましょうかね。みつきは以前ここに来たことがある。一人で？いや、誰かと。いつ頃の話なんだろう。何しに来たのかな。多分墓参りだよな。暗い顔をしていた美月も、撮影が始まると元の元気な美月に戻っていった。とりあえずいい出だしで撮影は始まった。やっぱり英検の連中みんな心のどこかでこの映画を撮るのに不安があったろうけど、もうそんなことは忘れていつもの調子でやっている。
僕自身も本当はそうなんだけど、お墓参りが効いたのか美月のおかげか、撮影の後自分なりに辺りを調べてみたけど、特に何も分かったことはなかった。美月はあの時ちょっと元気をなくして心配だったけど、今はあの通り。それにしてもムカつくやつ。主演男優ってのは分かるけど、それにしたって美月とベタベタしすぎだよ。美月も美月だよな、あいつに合わせて楽しそうに喋ることなんてないのに。さあ、いじけて帰るこの道中どうしようかな。おい待ってよ。なんだよ、声もかけないで一人でとっとと帰っちゃって。これでも一応レディなんだぞ。痴漢にでもあったらどう責任取ってくれんだよ。はいはい、どうしようかな。いつも通りナイト様。あー、お前焼いてんのか。そんなんじゃねえよ。おい待てよ、待てったら。嘘、さっきの冗談。ねえ、おい、このまま一人にされると本当にさらわれちゃうぞ。はい、でやってない方言ってみようかな。たちの悪い冗談だ。まったく、その手に引っかかるわけないだろ。今時子供だって騙されないよ。ひどい。はい、でどっちだったかな。さて、今度は泣き真似顔やってないかな。まあ一回やったような気がしますけど、通ってみましょう。最近妙に芝居づいちゃって付き合ってらんないよ。こら、少しは心配ぐらいしろ。ほら見ろ、やっぱり嘘泣きじゃないか。チェ、また悲鳴なんてあげちゃって、どうせ冗談なんだろう。はい、どうしようかな。なんかあったかな。なかったと思うんだけどな。いい加減にしないと怒るぞ。はい、何度も何度もいい加減に。え、何やってんだお前。どう？少しは落ち着いた？うん、ありがとう。大丈夫？美月、怪我は？それは平気。どうしたの？今のやつ僕に言ってた。お前なんか生きてるわけないって。え？生きてるわけない？どういう意味？僕、この世に生きてたらいけない人間なのかな。そんな、何かの聞き間違いじゃ。でも、なんで生きてるわけないなんて言われるの。私誰、何者。私、必要とされてるの。この世に生きてていいの。変よ、やっぱり私、変なのよ。答えてよ、私。やっと眠った。あんなに取り乱す美月を見たのは初めてだ。でも無理はない。自分の記憶が戻らないままこんな生活を続けてきたのだから。もっと焦ってもいいのに、みんな、いや僕の前ですら何事もないように生活してきた。そこに今日の事件、無理もないよ。でもさっきの男、ただの変質者なんだろうか。それとも美月のことを知っている人間。今までも不思議には思っていたけど、今日は改めて認識した。
どうして君は記憶をなくしたんだろう。一体過去に何があったというのだろう。美月、君は一体。ほら早く集合時間に遅れる。ここではね、元気なんですよね。昨日のことが何もなかったかのように撮影は続いている。いつものようにカメラの前でいつものままの表情で美月はファインダーに収まっている。でも昨日の泣き顔は誰も知らない。それは僕と美月だけの秘密、二人だけの。はい、で電話来ますよね。はい、もしもし。あ、部長。なんか雑音がひどいわね。誰かいるの？はい、ちょっと友達が来てて。あらあら、彼女お邪魔だったかしら。違います、そんなんじゃなくて、あの、電波の入りが良くないですね。ちょっと待ってください。どうですか？あー、良くなったみたい。話なんだけど、今日の撮影、佐久間来てなかったでしょ。はい。彼なんかバイト先で事故って腕の骨折ったんだって。え？どうするんですか？主演男優なしじゃ撮影は続けられませんよ。平気よ、代役立てればいいんだから。顔のアップは後で別撮りするってことで。代役ってキャストは三つ、いや、赤坂さんと佐久間さん二人がほとんどでしょ。どうするんです？え、まさか。ピンポーン。というわけで決まりね。頑張ってちょうだい。ラッキー。これは願ってもないチャンス。これから堂々と美月と一緒にいられる時間が多くなる。ちょっと佐久間さんは気の毒だけど。これ聞いてんの？聞いてます聞いてます。まあそういう事情なら仕方ないですよね。そうなると本来の僕の仕事は誰が？あんた。え？バカなこと言ってんの？佐久間の分欠員ができたのよ。そんな余裕あるわけないでしょ。そんな、どう？まあ演技指導とか私が何とかするわ。ああ、それとクライマックスのシーン、私のうちの別荘で撮影することになったから。え？あさってに竹芝桟橋集合ね。美月ちゃんにも連絡よろしく。じゃあね。あ、そんな一方的に切られちゃった。やったじゃん、主演男優。それにロケにも行けるんでしょ。そこまで悪いね、あの状態ではないとは思うんですよ。植木鉢は避けれるかなぐらいかなとは思ってるんですけど、どうでしょうね。まあ、途中からスタートだしね。ちょっと初めのね、好感度がちょっと分かってないのでね。みんな集まったね。それじゃあ出発するよ。よし。はい、荷物を押し込んで。ここだけ見ると飛行機みたいに見えるんだよな。前も言ったかもしれないけど、不思議。船は最近乗ってないですね。あ、ここにいたの？うん。あれ、みんなは？いつもの通り。うちの部ってちょっと尋常じゃない飲み方するもんな。相変わらずだね。どう？気分は。向こうに着いたら主演団員に帰りだよ。はい、あまり自信がないな。大丈夫、そんな難しいもんじゃないって。そんなもんかな。そんなもん。僕だって初めてだと思うけど、結構それなりに見えるでしょ。そこが不思議なんだよね。自分から推薦しててなんだけど、ここまで美月ができるなんて思ってなかったし。有名女優の隠し子に。嘘ばっかし。あ、部長、かわいいですよね。
部長、部長、部長、すぐ寝てしまうというね。見えてないです。うわ、いい眺め。部長、素敵なところですね。美月ちゃんも少し休憩に入ったら撮影入るから準備してね。はい。ほら、いつまでもそんなとこで寝てない。休みはないのでしょうか。着いたその日から撮影。おれ、荷物ばらさないと先輩たちにどやされるぞ。今日一日くらい休ませてくれるのかと思ってたのに、やっぱり伝説は生きていたのか。なんだよそれ。我々新人二人は強行日程の映画撮影のため過労で会えなく死亡。前にも死人出てるし、やはりこのシナリオは呪われてるのかも。そして今回は僕たちが犠牲者ってわけ。はい、どうしようかな。もう少しこの話を続けよう。でもその主演女優と監督が屋上から飛び降りたっていう噂だって実際見たっていう人に聞いたわけじゃないし、いまいち現実性に乏しいと思わないか。よくある学校の階段っていうやつじゃないのかな。確かにそうかもしれないけど、結構信じる方なんだそういう話。僕小さい頃からおばあちゃん子でさ、よくそういう話聞かされててね。一言にただの噂って言い切っちゃうのもちょっとね。そっか。でもちゃんとお墓参りにも行ったし、今までもうまくいってるから大丈夫なんじゃないかな。そうだね、そういうことにしておこう。今さらやめるわけにもいかないしね。撮影に行きますか、主演男優代理さん。義務としてでなく意思としてでなく、奥から湧き出てくる吐息、それはあなたの喉の奥から生まれてくる狂い。カット！お疲れさん。こんなんでよかったんですか。オッケーオッケー、だいぶ板についてきたよ。撤収急げ。ウィーイ。これで海のシーンはおしまいですよね。そうだね、次は鳩場のシーンに行きたいんだけど。おい、主演男優代理、準備はできてる？はい、ぐらい。やっぱり背格好だけじゃ代役は無理だったかね。部長、なんでしたら私が。無理です。シルエットが違いすぎなんだよ。僕は何も君から奪ってはいないと。ねえ、シナリオなんて何度読んだって同じだよ。それよりそのシーンの流れを掴んでおけば少しセリフが違ったって構わないんだから。はい、簡単に言うけどさ、美月、そんなこと十分わかってるけど、演じる側に立つなんて初めてだからちょっとパニクってんだよ。僕がちゃんとリードしてあげるからさ。嬉しそう。あとはどんとその場の流れでパパッと行こうよ。気楽に言うなよ。部長、本人やる気満々です。言ってねえよ。シーン8、カット15、よーいスタート。あなたは私から肉体と意識を奪っていった。でもそれで全てと思わないで。僕は何も君から奪っていない。それはあなたが気づいていないだけ。無意識の中であなたは私の意識の中に入ってきた。無意識の中であなたは私の肉体と意識を奪い取っていったの。でもまだ残されていたのは一つだけ、私の存在。あなたはわざと残していったんでしょ。存在だって手に入れようと思えばできたのに。正直に答えて。
なぜ残していったの？僕はいつも正直だよ。僕自身の考える言葉で、いつも違うわ。無意識の中のあなたの声を聞きたいの。何やってんだあいつ、動きゃしねえ。自分で間を作ってるとか。そうだといいんだけど。ここで背中に手を回して抱き寄せ、そしてセリフ。どうした？あの、鼻血出して気失ってます。カーッと。いやー、頭が回りすぎたんでしょうね。まったくだらしないんだから。はい、しょうがないだろ。演技することなんて生まれて初めてなんだから。でも鼻血まで出すことないんじゃないの？はーん、わかった。やっと僕の女の魅力に気がついたのね。私って罪な女ね。バカ、そんなんじゃねえよ。でも感心するよ、美月だって演技することなんて初めてのはずなのに。実は私、旅芸人の娘だったりして。え、そんな記憶あるの？ないわよ、そんなの。なんだ。でもさ、記憶の中には演技したことのある自分なんていないだろう。それでも堂々と役をやってのけるのは、はい、僕のおかげかな。何言ってんの。そうだよね。でもちょっとはあるかも。君が近くにいると思うと安心できるし、一人じゃね、心細いから。そっか、よかった。少しは役に立ってるんだ僕。何、まだ気にしてるの今日のこと。気にしない気にしない。もう慰めがいのないやつだな。ほら元気出して。ありがとう。なんとか美月の足を引っ張らないように頑張るよ。よし、偉い。元気が出たらお腹空いたでしょ。女子部員お手製の料理ごちそうするから期待してて。期待していいのやら。私の料理の腕知ってるくせに。声がでかいって。それじゃ。そんなに悪くなさそうなんだけどな、この選択肢。確かロケ中の食事の支度は翔子ちゃんたち女子がしてくれることになってるんだったよな。美月のやつ、決して料理が下手なわけじゃないけど、いまいち不安。翔子ちゃんの足引っ張らなきゃいいけど。さあどうだろうね、今回のフラグ管理はちょっとわかんないな。当たる可能性あると思うけどね。どっちだろう。ああ、ほんとだらしねえの。ダメそうな気もするけどな。避けれるかな。当たりましたね。ぐっ、何か起きた。くそ、体が動かない。そっか、行ってて、ここは一体。ああ、そうか、玄関のとこで何か落ちてきて当たったんだっけ。まあいいや。そっか、どこがダメだったんだろう。すっとぼける私。今の声は女の悲鳴。まさか美月。二村、今の悲鳴聞こえなかったか。悲鳴なんて知らないよ。確かに聞こえたんだけど。夢でも見たんだろ。いや、おやすみ。寝ぼけてたのかな。はい、ここで気のせいだはダメなので、確かに聞こえた。間違いない、確かに聞こえた。はい、爆睡の二村を置いといて、さ、この辺がね。あ、部長。あなたも聞いたの？はい、でも寝てたんではっきりとは。私には聞こえたわ、翔子ちゃんの声がはっきりと。はい、で、何やってないかな。この辺は全部やったと思うんですよね、寝言とかね。で、これは鍵があるわよって言われるから、とりあえずノックしてみましょう。やっぱりダメ、反応なし。部屋の鍵って？
持ってきてるわ。ああ、じゃあすんなりですね。ここは回収したかな。いい？開けるわよ。翔子ちゃん、ガラス割れてますね。返事がありませんね。そうね、翔子ちゃん。部長、気をつけて。あ、部長、大丈夫、つまずいただけだから。翔子ちゃん、いませんね。え、あら、ほんとどこ行っちゃったのかしら。はい。あ、部長、お願いします。あなた開けなさい、命令よ。いや、女性が入浴中とドアを開けることは。部長の言うことが聞けないの？はい、これはどっちもまあ取り残してると思うんだけど、どっちから行こうかな。やっぱりできませんから行こうかな。もういいわ、私が。で、はるかに開けてもらって、やばいことになってて、はい、そんな、まさか、一体何が起こったんだ。はい、で、まだ生きてるかもしれない、すぐやったので、まさか美月の身代わりにはやってないと思う。この早くみんなに知らせないと、もう多分やってないと思うんですよね。早くみんなに知らせないとから行こうかな。どこに行くの？先輩、起きてください。熱い。なんでノブが熱いんだ。はい、で、ドアノブが照れてればもうやってるので、これは一発エンドだから。まさか火事。部長、火事です、逃げましょう。で、逃げますよね。誰かいる。で、高田さんが転がってくる。部長、俺です、高田です。どうしたの一体、何があったっていうの。部屋に入れたら急にナイフを振りかざして。誰がナイフを。はい、で、これで、とにかく逃げようか部長が危ないか、どっちかやってないと思うんだけど、どっちかな。部長が危ないをやってないかな。あいつも許せないは多分やったと思うんだよね。初めでも部長が危ないやってるかな。どっちだったかな。という怪しいここら辺のフラグ回収。部長が危ない。部長を頼む。ゴーダ、今のうちに逃げて。でも早く。どう立てる。いや、どうも階段から落ちた時怪我したみたいで。しまった、これやってたかも。足が動かないんです。肩数は、行きましょう。やってたな。とにかく逃げないとやってないですね、多分ね、私ね。そうですね、はるかもこうなっちゃってましたよね、最初ね。まあ、ちょっとここのフラグまだいっぱいあるからね、もう 1,2 回は来るだろうなとは思うんですけど。残念ながら助かることはありませんでした。そっか、早いうちにやってたかな、この子ね。多分かぶってると思うんですけど。彼女寂しがってたんじゃないのか。そうですね、その通り。いやー、今回ちょっとギリギリの線かなと思ってたんですけど、残念でございました。はい、バッドエンド7、狂気5、多分被ってるんじゃないかな。
このあたりちょっと被ってるのがね、分かりづらくて、はい、達成率が 84.42 まで、まあとりあえず上げれましたね。あの翔子ちゃんのね、あの遺体を見た後の選択肢が結構あるので、あと何回か回らないといけないかなとは思ってるところではあるのですが、あと 2,3 回は来ないと全部回収できないんじゃないかな、多分だけど、はい、というような感じでございます。いや、ジェノサイド行くかどうかはね、ちょっとね、結構出たとこ勝負でやったんですけどね、今回はまさか植木鉢で足切りになると思ってる方ですね。ちょっと後で足切りにしようかなと思ってたんですけど、足りなかったようです。ごめんなさいね、みつきちゃんでは今日の朗読はここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方、ぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次のダブルキャスト、あるいは他のゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。